相原久美子は日本の政治家、立憲民主党所属の元参議院議員、参議院内閣委員長などを歴任。最終経歴は自治労本部組織局次長で自治労の組織内候補として議員活動を行った。1947年、北海道三笠市に生まれる。1965年、北海道岩見沢西高等学校を卒業。 1969年、北海学園大学法学部を卒業。キリランドに就職。札幌支店に勤めた後大阪に転勤。母親の体調悪化がきっかけで退職。レザークラフトを習い、教室などを開いた。1986年より、札幌市非常勤職員。1995年より、実労札幌市役所職員。組合特別執行委員。 1998年より、自治郎北海道本部執行委員。2001年より、自治郎北海道本部副執行委員長。2003年より、自治郎中央執行委員。2007年7月の第21回参議院議員、通常選挙で、自治郎の組織内候補として、民主党から比例区の候補者として出馬し、民主党候補中。 個人名では最高の50万以上の得票で初当選した。2012年2月3日、実労中央本部の組織決定に順次、北海道本部中央委員会の推薦候補に選ばれる。2013年7月の第23回参議院、議員通常選挙に比例区より出馬、再選。2016年民進党代表選挙では、連邦の推薦人となり、 連邦の当選後、民進党上任監査に就任した。2017年民進党代表選挙では、菅直人や有田義夫らと共に、枝野幸男の推薦人となった。代表選挙での前原政治の下で副代表に任命された。11月17日、大塚公平代表の下で、代表選挙管理委員長に任命された。 2018年5月の民進党と希望の党による、新党には参加せず、5月7日に民進党を折党、立憲民主党に入党を申請、翌8日の常任幹事会で入党が承認された。2018年5月14日、自治郎は、同月24、25日に開く、中央委員会で、次期参院選の立憲民主党候補者として、 自治郎特別中央執行委員の岸紀子の擁立を正式に決めると発表した。2019年7月の参院選で、岸は当選し、相原は人気満了で退任した。自治郎ホームページ自治郎組織内候補、相原久美子いざ出陣基本データ相原久美子、Facebook 議員情報参議院ホームページ第104回、相原久美子議員。 ミワチャンネル突撃長田町。2021年3月25日閲覧。自治労新聞、自治労全国一般評議会、第2回定期総会開催。民進党代表選、菅直人、有田義福志ら、枝野幸男推薦人。産経新聞。 http://www.sankei.com コロンススララッッシシュスラッシュポリティックススラッシュニューススラッシュ170821スラッシュ plt1708210019-n1.html 民進党役員人事2017年11月17日、2017年12月25日、閲覧常任幹事会、国会議員11名の入党。 佐々木隆弘組織委員長の選任など、を決定立憲民主党、2018年5月8日、自治郎、立憲から候補者要立へ、来年夏の参院選比例区。朝日新聞。https、www.assahi.com、articles、ASL5G3RS3 リットル5ガルフレーレー。 GHTML2019 年7月23日、閲覧。連立政権誕生を受け、今こそ立法による解決を、10.28院内集会報告勧告、国会議員、日本側に安婦問題などの、議論要求連合ニュース2010年8月19日、韓日議員40人、日本は、植民地支配の被害賠償せよ。 中央日報2010年8月12日、観覧は、まだ足りない、慰安婦、サハリンの謝罪必要、未知韓国会議員会議商法。MSN3K ニュース。オリジナルの2010年8月19日時点における、アーカイブ。 https://megalodon.jp/.2010-0819-2058-03/.snkei.jpmsn.com、ポリティ t i c s p o l 10819、plc1 兆81億9190万1011、n2、htm2017 年2月19日閲覧。韓国。 朝鮮の遺族とともに、全国連絡会遺族招聘行動、第3回証言集会、集会等の報告フォーラム平和、人権、環境、民主、憲法審査会規定採決期限の4詞を注意。読売新聞。AB、参院憲法審査会の規定可決民主の5、市は採決期限。朝日新聞デジタル。 オリジナルの2011年5月20日時点におけるアーカイブ。 https://megalodon.jp:/2011-0520-2152-29/www.assachi.com/slashpolitics/slashupdate/slash0518/slash tky201105180190.html2017 年2月19日閲覧。高校無償化院内集会年度内適用。 必ず実現を、朝鮮新報2011年2月11日米、大統領宛に、集団的自衛健康使用人、不支持を要請連邦主ら産経新聞2014年4月21日、2013参院選、比例代表民主党、愛原久美子。 毎日 jp,http コロンスラッシュスラッシュ senkyo.mainichi.jp スラッシュ 2013sn スラッシュ kaihyo 比例名館 html,mid, イコール c 0 00 00 1 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 1 4年4月29日閲覧選択的夫婦別姓の導入へ民法の一部改正案を 参議院に提出民主党ニュース2009年4月24日2007年7月29日 MBS 毎日放送チチンプイプイ選挙特番 http コロンスラッシュスラッシュ w w w s o h o p o r t a l o r g スラッシュ zaitaku スラッシュガイドラインスラッシュガイドラインレイオン h t m l ハット新しい VDT 作業における 労働衛生管理のためのガイドラインの策定について、厚生労働省発表平成14年4月5日、公式プロフィール自身のブログ、2015年3月6日、ありがとうございます。